はい皆さんどうも MT チャンネルの MT です。今日はセンターのこんな問題を解いていきたいと思います。まあ、問題を解く前と読み上げる前にちょっと,、えっと注意ですね。センター全般に関してですけど、えっと、指数関数とか、まあ、数列とかベクトルとか結構えっと苦手にされている方多いと思うんですけどセンターっていうのはあの決められたカリキュラムの中でいかにあの学生たち、まあ、受験生の力の差をえっと見抜くためにえっと点差を出すようにえっとするようなテストなので。 実は本質的にはカリキュラムの縛りのもとで本質的にはそんなにべらぼうに難しいことは出ませんが差を出すために計算がよかったりします。あと見かけ上の問題でちょっと惑わせてきたりするということが多いんですね残念ながら。 まあそういうのがまあテスト制度的にどうなのかみたいなことあるんですけどまあ致し方ないなという感じですね。本質が分かっている方はちゃっちゃと解けるんですけどまあそういうところに惑わされ見た目にの問題に惑わされないようにそういう能力を持っている方は素通りできるということですよね。というわけで見ていきましょうこんなようなえっとそれぞれ式があるわけですけどまあ一番。 のえっと整数解を求めてくださいという整数解の範囲を求めてくださいというのはカッコ1でえっと2番としてはこの2本の式の自然数解すべて求めてくださいという問題ですね。まあ大数を含んだなんか整数解のまあスイッチ a でいうところの整数解を整数の範囲が入ってきたのでねその辺の絡みなんでしょうかまあこういうこともありますねって感じですよね。というわけで1番解いていくとまあこれは皆さん。えー よく分かっていると思うんですけどまずはこれを気をつけましょうルートが入っていますし浸水条件とよく言いますが、まあ、これは大前提ですねでこのも、えっとでいろいろな式が変形できていくわけですけど、えっと、ログ2の t をあのごめんなさいログ2の x を t と置きましょうかと置くと、まあ、結構楽になりますね、まあ、その辺はよく見抜けますよねえっと12のえっと、1のとの t の2乗との t 乗とマイナスの t の2乗とマイナス7の ログ2の4まあつまり2分のえっと t マイナス10が大なり0という式と同値でえっとここ 3t2 乗マイナス2分の7なんでちょっと嫌ですねこれ両辺えっとまあ2分の 7t マイナス10でえっとこれ両辺2倍してえっと726にしましょうかそうするとこれ解けばえっとまあちょっと回の公式使ってしまいましょうか えっと七プラスマイナスえっと四十九マイナス四 a c なんですけど四 a c まああんまりやりたくないんですけどえっと四主624の百八十えっと五百二十九五百二十九って何ですかえっと二十えっと三二十三ぐらいなんですかね二十三ぐらいで9、えっとただが九の六の4であぴったりですね五百二十九なんで。 ここが、えっと、23だそうですまあですよねって感じなんですけどで五うんえー、っとごめんなさい12ですね十二で、えっと、12分の30と12分のマイナス16ですかなので2分の5とえっと6分の4で割って。 分分ののマイナスって感じですか、ね、まあこんな感じで2つ出てきましたのでごめんなさい不等式なのでこれが方程式を解いた時のえわって感じなのでマイナス分の4これが正の範囲なのでここがマイナス3分の4で2分の5なのでこことここと,こというわけでえーっと t が t がえっと3分の 5? いわゆる。 マイナス三分の四のえっと三分二分の五ですね。なんかごちゃごちゃしてすみませんね。これまたはこれなんですけど、x に戻してあげるとえっと二の三分マイナス三分の四乗から二の二分の五乗以上ってことですよね。 で2の3分の4乗っていうのはどうせ何ですか、えっと、2の3分の4乗分の1で、えっと、これ一応大きいので,で今整数回のみ考えてるんですねなのでここもこれ付け加えておきましょうか整数回のみ考えているんで結局ですねまあちゃんと見てもいいんですけどえっと二が16まあ感じで 2×2、えっと、の3乗根って感じですかそうするとまあ一応大きいんでここ整数回の範囲としてはまあ必要ないんですねなのでこっちだけです で 2, の5えっと、2の5乗っていうのが32ですか32のルートっていうと、えっと、これは5より大きいんですねで6より小っちゃいわけですなので範囲としては6以上ということになりますね整数解だけなのでそうすると、えっとまあ、x 星で x 整数のえ整数解だけなので、まあ、自然数っていうことですねなので6以上というものが求められます まあ結構泥臭い計算ばかりさせられる感じですけどこんな感じですね。で2番、えー、と1の生前数回なので2を解いておくわけですね。2を解くんですけどちょっとここで注意しておきましょう。えー、とな問題のの誘導上その ① から 解いていきましたけど丸２の方が実は簡単に解けるというかあの式としてはなんじゃこりゃっていう式なんですねもし自然数回だけ考えるとっていうのは自然数回だけなのでこれあの1スタートでこちらが0スタートなんですけど単調増加なのでかな単調増加なんですね単調増加でまあ形はともあれまあこんな感じになっているわけですけど14を超えるもの一旦超えたら 増増増ええ続続けけてそれまででは増え続ける、まあ、ずっと単調増加ですからねなのでゼロスタートであの最初はいくつなんでしょうね、まあ、0はダメですけど、えっと、1スタートで、えっと、1なんですねでこの間にしか実はないわけですねでここの瀬戸際がいくつかというのを探せ,探せば実は終わりなわけですで、うん、なのであと実は2番を見たし2番と自然数回と割われた瞬間に1より先に2が解けあの 簡単に解けるということが、えっとが未明ですというわけでどれくらいなのかというと例えば x10 のところではいくつかみたいなことを探すと 10+log3 の10とか、まあ、これいくつぐらいなんでしょうねえっと、まあ、例えば 9, 9とか10 27の間まあ9よりちょっと大きいので。 いいくつぐらいなんですすけどこれ良さそうですねで11もうちょっと調べてみるとやっぱりえっと2とちょっとなのでこれも良さそうなんですね。良さそうなんですけどダメなところを探さなきゃいけなくてこれをどうやって評価するかということなんですけどま,あまず当てずっぽうに考えてみてログ3の12みたいなことになってくるわけで,でログ3の12がえっと2を超えるんですねこれえっとやはり2を超えてこちらとこ,こちらがまあ多分超えてないって感じで 2. 点ちょっとなので。 こ,れこんな感じですね。ですから11にここがあって12がここに超えてくるって感じですね。でなので言いたいことは、えっと、これがこれを満たすかどうかですよね。ですからかということを見たいわけですね。でこれが必要十分で書き下していくと、えっと、両辺から3引いてあ11引いて3で11が えっと3の3乗というわけで27で正しい式なので、やはり11はこっちにあって12はやはりダメなんですね。したがって2。かつ自然数回というのはどういうふうになるかというと1以上をえっと11未満。まあ、これもう一瞬なんでこんな感じで溶けちゃうんですね。まあ、実はあの溶けちゃうというか、まあ、単調増加であることを見抜けば。ば 自然に思いつくわけでしかも整数回ので有限個ということがまあ決まり決まっているわけで,で1から14なわけですよねそういう意味では1から13までしかなくってどこが瀬戸際かを探すっていうだけなんですけどそうすると、えー、従って1かつ2というのは1かつ2というのが、えっと、6以上11以下なので67891011。というわけで、えー、と全部で6個ですかはいこれが答えです 説明が後々になってしまいましたけれども実はあの今これをもう一度心を新たにしてこれ見てくださいそうすると自然数解とか整数解を求めたいわけですけど2がもう明らかな簡単な式なんですねもう1から11で一瞬でわかるんですで細かいところが1で制限されるっていう感じですね、まあ、実際に1だけだと無限個あるわけですからまあそれは解いてみてわかることなんですけど、まあ、そんな感じですねはいというわけで えっと、この動画が面白かったと思う方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。また、えっと、コメント、アドバイス等もよろしくお願いします。では次の動画もご覧ください。さよなら。<music>